アズミノワイナリー株式会社は、長野県アズミノ市のワインヨーグルト製造メーカー、アズミノ市三里ウグラにワイナリーを構える。2008年、経営破綻したアズミノワインの施設を引き継ぎ、柏山工業が申請、アズミノワイナリーを設立した。アズミノワイナリーは柏山工業の100%子会社に当たる。ワイナリー前の自社農園で、シャルドネとメルロを合わせて、 約3000本の栽培も行われ、2010年9月自社畑収穫の、シャルドネ、メルローでエクストラオーディナリーを目指す。また自社畑に加え、契約農家の協力のもと、質の高いワインを世に出すことを目指している。2011年2月、第16回長野県原産地故障管理制度、官能審査会にて、ナイアガラデザートプレミアム2007、メルローソン熟成2009、 コンコードクラレット2010、ナイアガラペルレ2010の4商品が認定される。ワイン生産を中心に、アズミの酸生乳を使った、アズミの飲むヨーグルト、新州産の原料で作られたリンゴ、ブドウ、カリンジュースなど多くの自社ブランド製品を生産している。ワイナリー内には、自社の経営するワインショップカフェが併設しており多くの観光客で賑わいを見せている。 ありがとうございます。